5キロジョギングしてウォークモードを解除します。はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。はい、今ですね、こちらドラクエウォークのウォークモードロックがかかった状態になっておりまして、はい、今ロックの方を解除しました。私先ほどですね、このドラクエウォークウォークモードにしたままですね、スマートフォンを持って、はい、ジョギング5キロしてきました。皇居を一周してきたというところですね。はい、まあその間ですね、たくさんモンスター倒したり、仲間モンスタースカウトモンスターがまあ仲間になったりなど、いろいろまああったと思います。今からね、そのウォークモードを解除してですね、その成果を見ていきたいと思います。では早速ウォークモード解除していきます。では解除。はい、ということで倒したモンスターがまあ307匹ということでございますね。はい、まあこんな感じですか。はい、で、はい、スカウト結果はですね、まあこんな感じになっております。まあちょっとこいつらのスキルをね、見ていこうと思います。モーモンはですね、ザオラル持ってたら当たりですけれど、はい、持ってないので外れなので×印をつけておきます。ミニデーモンはですね、はい、イオナズンとかソルフレア持ってたら当たりですけど、まあソルフレアはあったので、まあとりあえず赤い丸印をつけておきます。はい、ドラキーはですね、はい、ドルモーア持ってたらね、大当たりなんですけど、はい、持ってないので、×ということでございます。はい、まあとりあえず、まあ3匹、まずまずの結果かなと思います。はい、で、この後ですね、仲間モンスターの銀の卵2つね、セットしているんですけど、これ2つ孵化します。ので、ちょっと見ていきましょう。極みのモンスターがね、生まれると大当たりなんですけど、どうでしょうか。はい。はい、ドラキー、ユーということで、外れですね。まあ、ドルモア持ってたらね、当たりなんで、またスキルの方は見ていきましょう。はい。グレムリン、こいつも、まあ、素質優ということで、はい。まあ、いまいちでしたけど、まあ、グレムリンはね、ベギラゴン持ってたら、まあ、当たりですね。とりあえず、次の卵をセットしておこうと思います。631歩で、孵化する卵があるので、こいつらを、まあ、ちょっとセットしておいて、で、先ほど孵化した、はい、ドラキーと、まあ、こいつですね。はい、グレムリン見ていきましょう。スキルですね、どうでしょうか。はい、ライデイン持ってるので、まあまずまずですね。はいはい、で、次グレムリンの方どうでしょうか。ベギラゴン、はい、ベギラゴンも持ってるので、スキルはね、大当たりと言っていいんじゃないでしょうか、ということで、はい、まあこんな感じです。だいたい300匹ぐらいね、枯れましたね。普段のジョギングはですね、週2回10キロずつ走ってるんですけど、ちょっと今週ね、いろいろと立て込んでて、体力的にもちょっときついなというのがあったんで、はい、今回は、5キロに留めました。はい。まあ本来ですとね、火曜日と金曜日にね、夜走ってるんですけれど、ちょっとそれもね、スケジュールもズレがあるぐらいですので、なかなか、まあ大変ですけど、まあ可能な範囲でね、頑張っていこうと思っております。訓練場の方はこんな感じか。はい。5000歩族のね、モンスターを、まあ、入れといたんですけれど、とりあえずレベル35まで、まあ、上がりました。はい。という、まあ、5キロなんでね、普段の半分なんで、まあ、大体こんなもんかなと、はい、思います。ということで、とりあえず、まあ、こんなところでしょうか。はい。ということで、あ、そうだ。アルクンデス W をね、ちょっと一応見ていきたいと、思います。はい。何歩増えたのかっていうことですね。はい。6447ポイント。はい。増えたということで。まあ、まずまずと言ったところでしょうか。今ですね、アルクンデス W、お出かけスライム、パイレーツスライムに、なっております。あと11日ですね。今ステージまでということです。レベル58。まあ、とりあえず、こんな感じでございます。というわけで、毎週2回恒例の、ジョギングした後のウォークモード解除ですね。普段は、10キロなんですけど、今週はちょっと、はい、ちょっと控えめにということで、10キロではなく5キロでございました。まあ来週からですね、来週というかまあ次の週からもまあ頑張っていこうと思います。というわけで、まあ参考になるかわかりませんが、参考になれば幸いです。はい、では終わります。また別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。